報って早いね。ですね。昨日と打って変わって。タヌキもしかも現れない。でも割っちゃってるからちょっと怖いんだけど。意外とそういうの使える話やからな。はい、実は、まあ、これはかなり運の要素も多いけど、俺一緒に勉強やったりとか、ちょっと勉強教えたやつ、国公立志望のやつ 100% 現役で行かせてます。あ、現役じゃない、一人一浪だけど、浪人生で知り合ってちょっと勉強教えてると思って、そういったらその後一発で登録したね。三重大学、三重大学、名古屋大学、金沢大学、立命館、明治もおるやろ、あと筑波大学も。その大学時代に教えたと。大学とか社会人になってからもちょっと教えたりしたことがあって、あ、その三重大ってやつは浪人生の時にバイトで入ってきた、うん、あの稲部のバンバンで働いてたとか、赤月学園かと思って、うんって思ってんけど、冷静に履歴書見てみたら、改めてな、その後、浪人生で、ああ、頑張ってねって思って、まあまあ、取るだろうと思って、深く見てなかったんけど、改めて勉強とかもちょっと、いや、こいつ勉強できるぞって、ね、志望校聞いたら、三重大学ですって。で、あの、私立か受けと、もう一本で受けまして、去年で。で、今年ももう一本で受けますって。あ、それで浪人、マジか、ね、なるほどって。で、改めて見てみたら、赤月学園が6年になってるから、うん、あ、6年生かって、赤6は賢いからな、赤月6年生は。中高一貫ってこと？中高一貫。半端ないよ、赤6は、うん。あ、そうなんだ。赤6の子を見たことあるんだけど、あんまりあの赤月の、ね、高校の、なんていうか、どのぐらいのレベルなんかってちょっとわかんないんだけど、一類は、うん、まあぶっちゃけ誰でも言えるわ、うん、まあ、数科高校みたいな感じか。そうそう、数科みたいな。で、二類になると、二類やったらまあ南高とかと同じか、まあいわゆる南高とか受けるやつが、あの滑り止めで受けるっていうと二類とかね。俺もほやで二類受けて二類合格したから、うん、南高行きますよっていう口実にしたんやね。俺の成績やったら何個全然無理やったからさ。ただマークシートは自信あると思うね。赤月の二類はマークシートやから、マークシートやで、それでこうできたもんで、赤月の二類を一応合格したんやで、あの一応受ける口実になりますよ。最悪すべても赤月や行きますし、じゃあまあ受けるかって言われて、それで受けたっていう経緯があるからな。で、赤6はあの6年生も全然あの別格。多分偏差値で言ったら、四日市高校 あの普通科よりも高いはずやね。あ、そうなんだ。それぐらいだから68から70近くあるよ。あ、そう。69とかそれぐらいあるはずだから。いいな。あ、めっちゃくちゃ高い。基本的にあの中高の6年間のカルキュラムを5年以内に終わらせて、でもう残り1年は延々とセンター試験対策、大学試験対策。だから中学生のやつを見立てって言われることあったやん、俺高校生の時に。あの旗からは一応難航に行っとる子、やったから、その赤月のを受けた子に、あ、ちょうどあのお兄ちゃんおるんでちょっと教えたって言って、まあまあまあ中学生やるまでいけるかなと思って見たらさ、数一の教科書出してくるのって、ちょっと待てーって言って、お前まだ中学生だよなって、なんで数一 A の教科書持ってんだよって言ったら、もうバリバリ数一 A の半分ぐらいまで入っとって、やばかった。ただクッソ頭がいいやつやったから、勝手に自分で問題解いててくれるからなんとかなんだけど、
僕伝説の教え方やったもん。これってどうやって解くんですかって聞かれて全然わからなくて、あれはあの公式解くんやないかって言ったら、あー、あの公式ですねって言って勝手に解いてました。さすが山田さんって。これ何の公式使ったんかなと思いながら。頭の言うとそういうレベルやしね。で、そんな中でも本当に頭のいいやつっていうのは、もうちょっとね、レベチ。後輩で何個で指摘取ってやったと思ったけど、頭良すぎてアホやと思う。頭が良すぎてっていうのは、そいつはなんて言うの、いい大学に行きたいから勉強するとかそういうのじゃないさ、単純に純粋に勉強するのが好きなの、自分の知らんことを覚えるっていうのが大好きなのさ、だから趣味勉強なのさ、ほっといたら8時間でも9時間でも勉強できるのさ、だって楽しいんやもん、趣味ないもん、子供が勝手にゲームで遊ばしてるようなもんや、10時間遊んどるようなもんや、遊んどっていいのって感じで勉強するから、だって伝説の名言残したもん、数学って間違いやんことは100点取れるじゃないですか。数式当ててったら100点取れちゃうんですよあれって。数学で96点とか取るとよっしゃーって言うのさ、やったまだ4点間違える余地があった、覚える場所があるって。逆にでも俺とは仲が良かった。なんでかっていうと俺どうでもいい情報を仕入れてくるやん、だからそいつの知らんどうでもいい情報があるやん、だから別に勉強の5教科以外でも自分の知らんことを覚えることが好きやから、俺の持ってくるどうでもいい情報が好きだぞ。でほやね、他のみんなゲームの攻略表とかを覚える要領が、趣味の要領が完全に勉強に使っとるから、もう全然の立ち打ちなの。ついでに言うと身長183センチぐらいあって、であんまり趣味のことばかしやってると体がなまるからって言ってバレーを始めて、バレー部キャプテンやっとる。本当にすごいな。だって運動は全然できるんやもん。めちゃくちゃ同じ部活のやつとかに聞いたけど効率がいいらしい。ここだったけど、もう閉まっちゃってんだね。でも一応駐車場使えるんだ。そうだね。お土産広場も残ってる。それでも営業なんてしてないか。やってるね。開いてるね。開いてるね。もうすぐ閉まるのか。一回ちょっと寄ってみるか。上野で降りて。その女子ショックでしばらく出席できなくなってしまって、たまたま そいつが友達の友達やったよ、ここで見に行くか。そう、右だ、こっちだ、出席この子入って、そっか合流やから、こっちが一旦停止の線があったら右で刺さる。あれ、そうなる。そうなん、これどうも、これ破線だったら右だけど、停止線だったら左じゃないかな。いや、今破線だったよ、だから。ああ、そう。破線だったら、消えとって分かりにくかったけどね、停止線がなかったから。じゃあ、弓道から。
前通った記憶がある、ね、通った記憶がある。なぜだろう。またローソンに見覚えがある。不思議なデジャブだ。昼間に来たらヘでもないな。じゃない方のが完成みたいなよ。こっからインターに乗る人が多いからな。閉まるのかな、もう閉まったのかと思ってたけど、どうなってるのかな。一部が奥が閉まったってことなのかな。あ、はい、ゴミ捨て出るかな。あ、そうね。あ、いや、これダメだ、個人情報が入ってる。